ということで、今日はね、木曜日の朝です。ということで、今日はね、学校がある日のモーニングルーティンを撮っていきたいと思います。まずはね、顔、下に行って顔を洗ったり、歯磨いたりしたいと思います。はい、ということで、今から顔を洗いたいと思います。なんかさ、今日さ、髪なんかいい感じだよね。前髪とかもうねってなくない？まあ多少ねってると思うけど、ずっとこのね、プーさんのやつを使ってるんですよ、最近ずっと。これがお気に入りでお気に入りで、他にもあのカービィとかもあるんですけど、カービィは部屋に持ってってます。この状態だとね、絶対この髪が前に来ちゃうから、結ぶんだよね、一応。この状態にしてから。よし。洗います。はい、ということで、洗い終わりました。はい、でね、深川ちゃんか、いつもはね、今ちっちゃいのしかないんですけど、この無印で買ったね、洗顔フォーム使ってたんですけど、今切らしてて、なのでね、この鳩麦を使ってたんですけど、もう使い切っちゃったんで、今はね、このロジェットってやつ使ってます。これね、ニキビ専用で、これで洗うとニキビがなくなるっていうこれを使ってますね。はい、で、顔洗えたら次に髪をやります。まず寝口直しウォーターで前髪濡らして、で、そのね、この前髪濡らして、アイロンでね、この後ろ髪をね、まっすぐにします。で、そしたら前髪はね、まだ濡れてたらドライヤーとかで乾かすんですけど、これで多少まっすぐになります。で、前髪が長い時はその後にアイロンして、はい、そういう感じですね、やっていきます。
ことでできました。髪と顔を洗いました。ね、次はご飯を食べに行きたいと思います。はい、ということで朝ごはんでございます。はい、いただきます。塩がない。今日はもうハムもソーセージもなかった、そうなの？あるときはね、あるの。ないときはない。そりゃそうだ。ありがとう。いただきます。まず化粧水、見えてるかな、化粧水を塗ります。これも無印です。本当にさ、洗顔料無印のさ、なくなっちゃったのがさ、本当に悲しくて悲しくて。無印ってさ、近くにないんだよね。だからまた今度行けた時に行きます。もうね、ニキビはね、もうないんで、髪にオイルをつけます。だからスキンケアとかさ、何持ってこうと思って、考えて。でかい。でかい。でこれをね、小指でね、涙袋に塗るんですよ。この作業をずっとやってる。目の下に塗っても大丈夫なの？うん、ちゃんとし Google 様で調べた。うん、 Google パイセンで調べた。マジ？マジ。爪、ニベアの使い方がね、調べたの、そしたらね、爪と指の間に塗るとこのピンクのところが増える。へえ、そうなんだ。うん、ニベアの正しい使い方と Google パイセンに教えてた。そうなんだ。たまにさ、うん、からさ、この中にさ、指とこの間をさ、突っ込んでさ、こうやって塗ってさ、こうやってさ、こうやって乾かしてるんだけど、朝は正直です。その、あんま時間がないから、さささーって塗って終わりです。あー、まだ木曜日ですか？もう金曜日気分なんですけど。あと1日、あと1日、今日入れたら使って。そっか。次に着替えます。着替えました。学校なので特にこだわりはないですが、着替えました。この上着ね、このかけてあるね、この上着を着るって感じです。今日18度なんで寒いだろうと思い、この上着を着て多分一日を過ごそうとなります。学校なので特にこだわりはないです。休日とかだったら悩む、ガチで悩むけど、学校はね、やっぱり何でもいいじゃんって感じですね。でね、見てください、これ。なんじゃない、もう後ろ髪が跳ねてきました。むしっていうかな、うん、後ろ髪がね、跳ねてきちゃったわけ。最悪じゃない？本当最悪。でももうちょっと跳ねる長さに来てるよね。そうなんですよ。ちょうどね、肩にね、当たるぐらいになってきちゃって。もうずらーい。まあ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 、これから結んだりしてね、こういうのをね、予防していけたらなと思いますね。はい。ということで、次に歯磨きと体温と、もうそれぐらいかな、もうあと。はい。歯磨きして、体温を測って、
書いて健康カードっていうのがあるんですよ、うちの学校。今日の朝何度でしたみたいな感じのやつ。みんなやってるよね。でもね、やってると思います。もうそれぐらいですね。はい、じゃあ次に歯磨きたいと思います。何の6度3分6度3分でーす。よし、いつもより早い気がする。今日はなんだか2分だよ、早いだよね。え、2分だけど。ね、2分じゃない。早いないよね。よし、じゃあ行ってきます。これでモーニングルーティンは終了です。今から学校に行ってきます。シノン、ちょっと待ってな。あ、シノン、シノン行ってくるな。バイバイ。バイバイ。いってらっしゃい。